ネイビー・シールズはアメリカ海軍の特殊部隊である。アメリカ海軍特殊戦コマンドの管轄部隊であり、2つの特殊戦グループ、8つのチームに分かれて編成されている。ネイビー・シールズの隊員ベトナム戦争における南ベトナム解放民族戦,戦争総統を目的として1962年1月1日に結成された。前身として、 第二次世界大戦中に活躍した水中破壊工作部隊があり、その歴史は米軍の近代特殊部隊の中で最も古い。本部はバージニア州バージニアビーチリトルクリーク。シールズという名称は SE が C、A がエアー、L がランドと陸海空のアルファベットの頭文字から取られており、アザラシにかけたものでもある。陸軍特殊部隊同様、 どこでも活動可能を意味する。ここのチームは単数形のシールであり、相対は複数形の S がつく。その名の通り陸海空問わずに偵察、監視、不正規戦闘の特殊作戦に対応できる能力を持つ。2011年5月にはウサーマ・ビン・ラーディンの殺害作戦を遂行している。高度な水泳と潜水スキルを持っており、危機的状況において、 水のあるところへ逃げることで難を逃れた事例も多い。シールズ輸送チームなどを除きパラシュート訓練が必須となっているため空挺作戦も可能である。パラシュート降下時にゴムボートも降下させて海に着水し空から水上作戦を展開することができる。また、イラクやアフガニスタン、ソマリアなど 海や河川が存在しない地域でも活動している。極限的な環境である北極圏の水中でも作業できるため陸上の過酷な環境での作戦十字も多い。任務は通常2名から4名で行動する。一個小隊は14人から16人で編成。士官2人、兵装長、1000人歌士官、各1人、歌士官、水兵10人から12人の編成とされる。 武器、装備は任務内容や役割に応じて敵自由に選択される。隊員は退役後も従事した作戦や任務の内容を外部に公表することを良しとしない伝統があるとされてきたが近年は退役後に自らが関わった作戦や任務の一部を公表する者も,もいる。潜水中の原子力潜水艦フィラデルフィアのドライデッキシェルター内の シール輸送チーム隊員志願者は、肉体と精神力の両面を評価され、シールズ勤務の条件を説明される。シールズに入隊するには、米軍の中で最も過酷とされる基礎、水中爆破訓練を経なければならないが、約6ヶ月の訓練過程を耐え抜くことができるのは、入隊志願者の15%から20%である。 ヘルウィークの様子訓練の間、担当教官らによる審議会が行われ、能力不足の者に失格が言い渡される場合もある。また、残留が決定したとしても、一つ後のクラスに再利修正として回されることもある。この一連の訓練が終了すれば、バット、S を卒業したとみなされ、卒業式が行われるが、シールの訓練はまだ続けられる。その後は、 シールズ隊員として作戦に従事するが、常時行われる実行訓練プログラムでは、外国語や30週間の衛星コースなどの技能を学ぶ。ここまでおよそ2年6ヶ月かかると言われている。ヘリコプターより降下する海軍特殊部隊員、マイケル・モンスーアニ等兵装。彼はアフガニスタンでの作戦中、仲間を守るために敵が使用した手榴弾に覆いかぶさり戦死し、 911号の戦争では数人しかいない名誉勲章受賞者の一人となった。ズムールと旧ミサイル駆逐艦の2番艦には彼の名前が付けられている。4名で約100名のタリバン兵と交戦し、戦死したマイケル・マーフィー大尉。彼は名誉勲章を受賞し、アーレーバーク旧ミサイル駆逐艦の艦名にもなっている。ネイビー・シールズが登場する著名な作品。 ブラックホークダウンソマリアで行われたモガディッシュの戦闘を描いている。ありがとうございます。